アクロトリップ攻略会議。はい、伊達千鶴子役の伊藤美久です。はい、車役吉島崎信長です。もうすぐ放送のテレビアニメアクロトリップをより楽しんでいただきたい、そのためには作品のことを知ってほしいということで、作品に登場するキャラクターについて私たちでお話しできればなと思っております。じゃあまずは、はい、伊藤さんに決めていただきましょうか。さあ、本日のお品書きは、うわー、いっぱいありますね。いっぱいありますね。これだんだん減っていきます。そうですよね。じゃあ真ん中ら辺からいってみようかな、はい、あー、なるほどね。はい、これでいいと思います。いいですか。はい、まずこちら、はい、じゃん、お水バリューさんです。一発目に聞いちゃいました。はい、なんかホッサマグナっぽいなって思いました。うちの組織っぽいな。そうですね、あのですね、一番語りづらい人なんですよ。まだ謎が大きいキャラクターなんですよね。大企業大溝テクニカの社長さんであること、はい、以外はキャラクターボイスが森久保祥太郎さんであること以外は惚れないんです。この人だけ、他はね、それなりに惚れるんですけど、そうなんですよね、この人一番やっちまった。まあでも、ただのね、ただの本当に社長、そんなほぼ出てこない社長っていう役に森久保さんが起用されるわけがないという、いやもうちょっと喋り方も含めてこうなんかあるぞっていう、はい、なんかあるんじゃないかと思いますんで。不思議な雰囲気を持ったキャラクターですよね。ですね。じゃあふわっとしたところですか。ここら辺でしか喋ってないんですけど大丈夫かな。はい、バリューさんについては皆さんぜひアニメをご覧になって、はい、確認していただければと思いますし、はい、まあ、あとバリューさんはね、いつもこう匂わせな感じでね、こうちょこ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 、こうなんかしっとり喋って、しっとりでもないね、意外と陽気か。そうですね、何考えてるのか分からない。確かに何考えてるか分かんない、ね、ですね、はい、な感じの人なんですけど、もう現場では森久保さんはとっても楽しそうに、いつも楽しいお話をして、素敵でした、いいねって、楽しいねっていう、はい、言ってくださっておりました。はい。